対戦成績もちょっとここでご紹介しておきますと、 J1 では11シーズンで21回の対戦が、浦和小泉のキックオフでこの試合、牧野と岩波の間に柴戸が、おっとこれを引っ掛けました。さあ小林誠吾中を見ますが、ゆっくりと長澤が上がっていく。さあ小林誠吾マイナスのボール、左足シュート、石川足で、まあ、持ち運んでマイナスのボールに対してダイレクトでね、縦のくさびのボールを入れさせてくれないんで、そこら辺のところで少しやりづらさを感じているとは思いますね。さあ三沢、小林誠吾とつないで左足で入れていく、シュハテングシュート、先制は大分、12分町田山、今いいところにもいましたし、ここの切り替えの部分でね、うまく入っていきましたよね。そしてちょっと距離はあったんですけど、しっかりとゴールキーパー西川の立ち位置を見て、はい、首をひねってですね、いいコースに流し込みましたね。ここはヘディングの技術が非常に高かったですね。さあそうなりますと浦和の方もまたまた、ここで長澤の前にボールが出て右足、最後岩波、今決めたかったですね。から縦に入りました、長澤、小林誠吾と渡って、さあこぼれてきた、シュートを放つ、石川セーブ、右手一本で弾きましたね、指先ですね。松田がスーッとこの位置でボールを受ける、ヒールで井上シュート、対して少しこう厚く当たってしまった長澤のシュートですけどね、まあ、一つ形作りましたよね。柴戸のシュート、このシュートでファーストハーフ終了。さあ増田さん、1対0大分先制のこの前半なんですが、どんな印象でしょうか。いや、あの取り行くっていうようなねメッセージはもう伝わってきますよね、はい。さあセカンドハーフが始まりました。今度は田中達也が行く、右足で入れていく、さあどうだ、いや秋元入ってしまいましたね。立ち上がり早々ビッグチャンスを作りました浦和レッズです。秋元が飛び込んでいきます、長谷川に戻します、下田が運んで運んで左足だと思いますけどね、はい、サイドがかなりこう今度空いてくるん で、 そ、 うです、ね、はい、そこをうまく使っていきたいですね。縦に入った、杉本シュート、イルキのシュート、ポープ弾く、もう田中達也が、あ、これ一つ前です、一つ前ですね。いやこのシュートも強烈でしたけどね、ポープがよく体でね止めました。小泉のグラウンダーのボール、杉本健雄左足、ポープ触った、そしてポープも見事、ここ取れそうで取れないボールが、ね、入って、まあ、振り向きざまですけど前へ空いてたんでね、杉本狙いに行きましたけど、いいシュートでしたね、まあ、これに対して、はい、ここで高山さんの笛、大分5